でランチタイムとかあとワークショップとかで私と喋ってくださった社会で活躍されてる卒業生の皆さんとかありがとうございました。この場を作ってくれたりした職員さんとかもありがとうございました。最初1年前は何も持ってないし、とりあえずやってみるかっていう感じで、でもネガティブやからどんどん押しつぶされてチャレンジもできなかったんですけど、結果を残すんじゃなくて失敗してもいいからとりあえず全力でぶつかっていったら楽しめましたね。それまでは期待に応えようとかしてて、学生やからもっと失敗を恐れずに、期待されてないって思っていった方が失敗していっぱい学んでいっぱいチャレンジできるっていうことを知って、今回上を見て、前まではあこんな人ばっかりやから無理やっていうのが、今は当たって砕けてもいけるって、なんか考えが変わりました。真逆ではないですけど変わりました。運営学生としては職員さんと関われることでめちゃくちゃ自分にプラスになるし、楽しい以外の成長もあるので、そこも運営しててよかったなって思いますね。その関わっていく中ですごい感謝の方が増えていったんですよね。だいたい今日のは考えて今の気づきを分かって以外で仕事でもいいんです。近代の職員さんほんまに全員熱いんですよ。だからそういうのにネガティブな私も引っ張っていってもらって、成功じゃなくて頑張ってる姿をサミットでも企業の方に見せたいと思うんですよ。良かったと思います。私もこんなに意識の高い学生と活躍されてる社会人と話聞けてめっちゃ良かったです。いい経験でしたね。でしたっていうか、これからも来年もまた頑張っていこうかなって思います。サミット以外のことでもチャレンジしようって思う気が出てきたんで、それはやっぱり熱い職員さんと関わらせていただいてちょっとでも影響を受けたからやと思うし、やっぱ好きやなって思いましたね、サミット。サミットってハードル高いと思われてるんですけど、失敗しても全然いい場なのでチャレンジする場やと思ってぜひ来てください。最後に感想の方をしたいと思いますので、誰か挙手の方をいただきました。マイクランナーが走りますので、来てくださった社会で活躍されてる方々とか、この場を作ってくれた職員さんにありがとうを言いたくて手挙げさせていただきました。